はい、じゃあまず対談、俺のね対談スペシャルでゲストはまずこの方もう顔面がベルトだしこんにちは、WBC ライトフライ級チャンピオンのケンシロウです。よろしくお願いします。さすがすごいね。いえいえいえ、見て何ですか、置いてきました。いえいえ、そっちょっと見ていい、はい、見ていい、見て、お、あ、そう、しっこにいる、はい、いました。え、これってもらえるやつ？これは買うやつです。買って自分のものなんですか？はい、あの回す方じゃなくて。そうです。モハメドアリ。あ、そうです、そうです。え、モハメドアリ、これどういうことなの？この顔は WBC のチャンピオン、多分なんかもうどの階級のやつにも載ってると思うんですよ、この方。これが僕の階級で結構防衛した人みたいな。有名な。らしいですね。僕の名前とか全然知らなかったですけど。あ、そうなの、はい、いいのそれ。大丈夫。僕結構知らない方なんです。大丈夫。でも、あれでしょ、チャンピオンになったばっかりなんですね。そうです。ね、5月20日で。5月20日になって、で次は次また決まってんの、うん、年内あります、ね。でも、あれですよ、チャンピオンはアンディと仲いいですね。あ、そうです。アンディと仲いい、同級生で。え、同級生？同級生、同い年。はい、同級生ってことは学校も一緒だから。あー、じゃないですか。あー、びっくりびっくり。同い年ってこと。関西同士ですね。あー、お二人は今日初対面。初対面、あ、初対面、そう。この間、ちょろっとですね、ランチ一緒にいきなりステーキで、ぐらいで、でその時に急に対談やるから出てくんねえって言って、あ、いついつまで時計になったらいいっすよ。あっさりと、あっさり、あのそこはすごいチャンピオンがその髪の毛に応じていただけるという。そうそうそう、ここに許可取らなきゃいいんじゃないかな。喋るんすか。何でもいいよ。何が喋ってますよ。それ言っていいぞ。ゆるいとか。ゆるいこれ常に言ってる。ね。今うちにこうやって来てくれてるでしょ。はい、ありがとうございます。これ普通にでも着れますよね。そうそうそう、案外僕に落ち着いた時結構着てますよ。本当、はい、でも気づかれないからいいでしょ。そのあの変じゃないし、はい、普段着っぽくて、そうだから着やすいですよ。プロレスの T シャツ、プロレスしてないから。あ、そうです、そうです、それきついからね。あの人の顔とか入ってる、ちょうどいいですよね。普通のブランドの服が長ぐらいの感じ。しかもちょっと黒金でありそうだよね、はい、いいっすよね。試合はご覧になられたこと、あ、僕何回か見に行ってますよ。ああ、だってアンディと仲いいから呼んでるじゃん。さすがに呼んでるじゃん、いつも。いや、もう関西の大阪で会ったやつも行きましたね。あ、そうか、基本向こうですね。あ、そうです。で、東京にこれは練習、修行に行く合宿というか。あ、そうですね、スパーリング合宿ですね。まあ、その時に試合とかアンディの試合あったり行ったりとか。うん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 、面白いですよね。アンディが僕最初に見に行ったんだなって思って、それまでプロレスってあんまり関わりなかったんで、だってボクサーになりたくてジムから行ってプロレス関係ないことがあるんですよ。なりたいわけじゃなかったんですけどね。え、そうなの？え、なんで？始めたきっかけが、僕頭はあんまり良くなくて、で高校の時に、あ、中学校の時に行く学校あんまりないみたいな言われて、あ、受験先行けるのに、だからそれで相談した結果ボクシングやって、それで推薦もらって行くことになって。あ、で中学校の時からもボクシングやって。いや、中3の夏ぐらい、最後ぐらいギリギリで。じゃあボクシング推薦でここ行った。あ、そうです、そうです。じゃないとやばかったっす。行くとこなかったんで。あ、じゃあ、あれだ、その
町一のバカ学校に送り込まれるだから最初嫌々でしたよ。高校インターミン始めたみたいな感じ。あ、そうなんだ。すごいね。最初もだからもう殴られるとか嫌すぎて、でもまあ卒業までは頑張ろうみたいな。まあ、とりあえずやんないよ。多分その学費の免除とかいろいろそれで、あ、そんな理由で始めたんだ。で、大学も別に、まあ、卒業はしたかったから、まあ、とりあえず行っとくかみたいな、ボクシングできるし、はい、なるほどね、はい、しかも結構、まあ、いいとこから呼んでもらったんで、いい推薦でポッと、ああ、そうです、それで、高校時代は どれぐらいの成績を残されたの？インターハイ準優勝。インターハイ準優勝って日本にいい。めっちゃ強いじゃん。高校受験パスするためだけにあった競技としてのその3年間で日本2番になっちゃってるの。あ、そう、才能の塊だったんですね。ねえ、なかなか嫌だったで、じゃあ寄せかかるとあれだ、部活でもボクシングをやってジムにも通ってみたいな。そうですね。でもボクシング好きだね。でしたね。あ、ボクシングだけ頑張れば大学の優勝で頑張るぞって言ったら、行く日もなかったんですけど、まあ、やることもないし、まあ、頭いいとこも行けたんで、普通では行けへんとこ行けたんで、まあ、ラッキーかな。オリンピックとかは、もう別に考えてなかったですね。僕だから高校で、はい、ボートレースあるじゃないですか、あれも受けたんですよ。レーサー、あのボートに乗る、はい、あ、そうです。ああ、でもあれもあれ、ね、夢あるよね。あ、そうです。めっちゃ金ないの。金ね、やらしいですよ。やらしいです。賞金ね、すごいと思う。1万円で1億とかでしょ。やばいっすよね。1レースで。いや、実際夢あるって。お金は大事ですからね。あ、で、あれだ、ちっちゃいし、体重軽いから全然乗っても、ね、で、高校の最後ぐらいに負けて、で、ダメやって、あ、だからまあ大学もボクシングで行こうと思って、うん、大学の時も落ちたんですよ、またボートボートでも、あかんかって、はいはいはい、で、どうしようってなって、ジャプロ行こう。それも大学の時だからボートの試験がダメだったから、ボクシングのプロテスト。で、プロでなんか日本語いいとかだったら、それもなんかボートレースも推薦分があるんですよ。特別推薦みたいな。めっちゃボートレーサーなんだよ。何回その高校の時の大学の時のあらゆるチャンスをそのボートレーサーが特別推薦が。まあ日本語5位ぐらい入ったら、まあそっちの道もあるかと思って、それもきっかけでプロになって、でもなんかトン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 って行って取った感じなんです。でも日本チャンピオンだったらもう5位とかするんじゃないじゃん。もう日本チャンピオンになっちゃうじゃん。そこでその5位の方のさっきのボートの方って、あ、だからそこはもう一旦置いといてってなったんですよ。なるほどなるほど。先生良すぎてなっちゃうし。そうです。で、行けるまで行くかも。はい。おー、すげえ。じゃあ、なんかね、あんまり慣れてくるわけじゃない。結構なんかもうブレブレで生きてますよね。いやー、これあれよ、ブレブレで生きててさ、ちゃんとなっちゃってさ、もうちっちゃい頃からボクシングされるちゃんと慣れてた人が聞いたら焦るよ。あいつ高校受験のためだけにボクシング始めてる。そうなんですよ。もし受かってたらだから取ってないですよね。そうだよね。あ、そうか、ボートレーサーだったら受かってたんだけど、で、ボートレーサーで優勝してたら優勝してたらすごい。それはそれで良かったっすけどね。それはそれで美味しいですよね。大学の時にその就活せずのボクシングの方の成績とかいかがですか？でも国体優勝しました。片手間でさ、日本一とかやめてくれ。
練習は頑張ってましたよ、ね、練習頑張ってたけど、あのボクサーになりたくないわけです。そこには多分プロボクサーを目指してる大学生はいっぱいいたわけですよって。オリンピックがボクシングプロになりたいっていう、それを差し置いてさ、モトレーサーになりたいって日本一とかなっちゃうとさ、他のやつらの立場がさ、俺の情熱回線ってなんだよ、みんな。そうですね、でもすごいね、もう世界チャンピオンだから指導者としてはいけない、まあ、いけんことはないですけどね。で世界チャンピオンに教わったってやっぱすごいね、わかんないけど。そうなんだ、教えるのって意外に難しいですよね。自分が強ければあのいいかっていうわけでもないと思う。教え方が上手い人は上手いですもんね。コーチがすごい。なで、プロレスはコーチがいるんですか？そうですね、先輩がいた。新弟子で入った時に、もう専属コーチみたいなのもなく、先輩が後輩に教えるみたいな。そうそう、あの、合同練習みたいなのがあるのに、もう受け身を教えてもらって。へぇー。基礎体力運動をやらされて。エグいんですよね。基礎体力系のやつ。まあ。やばそう。ヒンズスクワットとかジャッキリスクワットとか、スクワット何百回とかじゃないですか。やってたよ。普通のヒンズスクワット300回やった後にジャンピングスタート50回10セットとか。もう次の日トイレに行くのがね、週越しになる作業がパンパンでさ。やばそう。あれは意味はあるんですか。意味あるっていうか、メンタル的な問題ですか。そっちもある。絶対パーフェクトにできてるやつは多分いないと思う。もうパンパンに張って、ね、無理ですもんね。だけど、なんていうの、気合い、そうそう、やりきるというか、そこが大事ですね。そう、あとね、俺が最初入ったのは全日本プロレスだけど、あ、リハったんですか。そう、あ、そうなんですか。全日本にいて、そのまま武藤さんの椅子レスワンに行ってたんだけど、そのまま全日本にいた時は合宿所の近くに、ね、なんか神社のね、階段みたいなスケールがあって、その階段ダッシュが名物で嫌だったね。やばいな。合同連習初日とかに連れてられる。ある程度までいったらもう足上がんなくなるじゃないですか。そう進みたくても進めないみたいな。そうで、そこのいつも行く階段は結構急角度で一個一個高い。昔の神社の方があるんだけど、そこでだから秋とかに来たら分かると思ったら、あの階段はやばいですよ。へー。あのだって新弟子が普通に脱水症状で救急車とか練習中にあったからね。なんでプロレス行こうってなったんですか。俺は小学校の時の一番の仲良しな友達がめっちゃプロレスファンで、そいつと話を合わせるために最初はテレビに始めた。で、なんか、俺北海道だったから、北海道なんですか。だから、夕方とかに日曜の深夜とかに昔からやってて、それを見て、月曜日頑張って朝早く起きて、日曜日の夜中に録画してそのビデオを見て、友達と話し合わせるとこから始まった。そこからだんだんハマってって、そう、ハマって、その友達よりはハマってって、で、中学校の時、卒業する時に背でかかったのね。中学校の時も180があったから。中学校で中3の時に、で、そしたらなんか心霊テストの記録、心霊テストを超えてるから俺プロレスになりたいって学校の先生に3社目の時に急に言い出して、そしたら母親が頼むから高校だけは行ってちょうだい、中卒で行って、もしプロレスにならなかったら使いもらえないから高校だけ行きなさいって言われて、分かったって言って、高校卒業したら行くよ東京っていう話で、で高校行って、で東京に行ってアニマル運びし、そうそう、あの気合いがあのアニマル運びに俺2年半ぐらい通ってて、で武藤さんが好きだったから武藤さんが全寮に移籍してる時に俺も全寮に入団です。一発でよかった。一発でよかった。基礎体力運動だけど基礎体、やっぱり体力運動、体力テストどんなテストあるんですか。普通にスクワットやってみて、腹筋やって、
え、何人ぐらい受けたんですか？あの時は、この時12、3人いるんですよ。あの時のちょっと武藤さんが移籍してるっていうデミオが話題になってたから、テミオさんがいてとかで、それで、成績いいやつが合格、ね、そう、で、宣伝が良くて、ありがとうございます。いや、これに感謝。大きい方っすよね。そう、大大きい方っすかね。大大きい方でしょ。レスラーって俺、一人だけ無駄にでかいまあでも大事っすよね。まあいいな、ね。でも階級制だからね、そっちはそっちで減量が大変じゃない？そう、減量は大変ですね。何キロ？普段何キロとか試合の本番は？8キロ。うお、その体8キロ、えぐいよね。49キロぐらいの階級なんで。はい。普段は50何キロか。55ぐらいはあるの？ありません。そっからキューッと、きついでしょ。きついですね。プロレスの階級はあるですよね。そう、あの雑にね、100キロ以上で100キロ以下とかね。S ルワンはクルーザーだから、200パウンド、92.94 キロ以下とそれ以上とか、多分だけですか？それぐらいだけ。ジュニアとヘビーでしょ、ベスト、プロレス、プロレスは本当そう、新日本、全日本、そのジュニア、毛ちっちゃい人はきついですね、やっぱ。いや、でもジュニアは、ジュニア、そう、100キロ以下の人しか試合、時もある。100キロ以下でしょ。そう、だから99の人もいるし、85の人もいるし、60キロぐらいの人いるよ。やばいっすね。最初はやばいっすよ。でもざっくり真っ二つにするぐらいしか あんまり階級ないよ。だってボクシング細かいですもんね。めっちゃ2キロ刻みぐらいとか、ね、他の階級は取りたいとかないですか？その2階級とか。ああ、でもまあ、今の体的には今がちょうどいいんだ。まあ1個上げるぐらいですかね。いけて、多分身長とかもありますし。でも今言ってたのね、一日一食でしょ、まあ、こっちの時は。そうですね、夜食事会にしちゃったら朝まで何も食べない。でも今日も朝あるでしょ。練習してで、あの食事会でしょ。今はじゃあ、今日は何もまだ食べてない？食べないです。だからこれ食べない状態でこれから練習するんだよ。はぁ、全然大丈夫ですよ。でも1日一食って大丈夫、普通に飯食うな。はい。そこはもう節制しないの？こういう今試合決まってない時は、うん、節制しますね。でもあ、食事会行ってもちょっと ある程度はちょっとそれは、はい、あげるかどうかとか、はい。あ、でもあれだね、そのチャンピオンだって分かってれば連れてってくれたり、メニューもその良さげなところに連れてってくれるでしょ。まあまあまあ、その露骨にその串揚げ屋で揚げ物をしたら揚げ物やるとか、そういうのないですよ。そういうのないです。じゃあ気遣ってね、試合終わりとかやったら全然大丈夫ですけど。あ、じゃあ試合終わり直後ぐらいはもう何食っても、はい、その時は1日一食じゃなくて、ね、3食以上。もう暇さん、お腹が空けば。ちなみに好きな食べ物って何ですか？お肉好きですね、やっぱり。肉だ、お肉は別に制限はしなくても大丈夫？肉はでもあんま太んないですよね。脂身、無駄に食わなきゃ別に大丈夫ですよね。それこそステーキだって焼いたら脂落ちるし、お肉ってあんま太んないんですよね。いいでも全然、肉はうまいっすよね。普段食べられるものがまだ好物で良かったですよね。はい、そうね。だってそれでご飯を行かなきゃいいんだもんね。あ、そうですよね。ステーキ食っても、はい、付け合わせのね、なんかあれとか。野菜とかだけどね。お肉美味しい。プロレスの人とかすごそうっすね。焼肉とか行ったら。食費えぐそう。あ、まあ、でもね、若い時はやらされたよ。そのココイチの2キロカレーとか挑戦させられたり。おにぎり一升とか、お米一升とか、おにぎり27、1時間でおにぎり27食い。しかも大きいから多分な、食べてくれるやろみたいなのあるんでしょうね。そう、ね、で、あの時はね、もう新年したから行けみたいな感じで、でも先輩が金、失敗しても金払うから、いいからやれ、クリアしろ。その練習の一つなんですね。いや、わかんない。食べることもね、だからそれが
今となってはわからないよね。俺何のために、俺プロデューサーに何のために会ったのかわかんないよ、ね。コロさん後輩には別にそういうことは やらずに。食べたきゃ食べればある。うん、ああ。だって別に無理して食べなくてもいいですよね。ただ今となってはこのなんか話のネタにもなるし、あそんなやつで若い頃はみたいな。でも若い頃ってバーって動いたらめっちゃ腹減るでしょ、って練習したら。まあまあまあ、でもそんなお腹いっぱいまで、ね、無理して食べたら苦しいだけですもんね。まあそうそうそう、美味しく骨美味しく、そうそうそう、それベストっすよね。間違いないっすよね、うん、そうなんだよ、結局気に使うから大変だよね。でも先ほどあの河野さんはお母さんがあの高校は出てくれたエピソードがありました。ご家族はそのボクシングの道へ進む上で、お父さんがボクサーやったからそれでもうめっちゃあれじゃん、遺伝子あるじゃん。そうですね。そしてもうご家族の抵抗も何もないですよ。お父ちゃんがボクシングだから別に息子がボクシングやってもそうってなるんだ。でもそれ人によりますよね。自分があれ兄弟はお兄ちゃんいますけど、お兄ちゃんはやってないないです。一瞬もだお兄ちゃんはまあある程度勉強できたからやらなくてよかったって感じですよね。一瞬もやってないの。お父さんにちょっとだけ、ほんまちょっとだけあったらしいですよ。だからジム行ってちょっと一緒にやちょっとだけですけどね。でこんなにどっぷりじゃない。僕も頭良かったらやってなかった。もっと勉強さえできてるからここ行ければ自力で。あ、そうですそうです。じゃあお父さんは やってくれっていうことでもなかったんですね。全然全然もう今喜んでたら全然。そうですね。でしかもあどうやってチャンピオンじゃないでしょ。東洋までは行ったんですよ、うん、東洋チャンピオンまでは行ったんですけど、うん、世界は取ってないでしょ。で息子で帰ったらめっちゃ嬉しいテンション上がったんじゃない。多分ね。いやいや、あのね、意外に嬉しいもんだよ、多分親って。多分うちの親父もしれっとシュープロ買いためてるから息子が出た記事のやつ。お父さん好きやったんですか、プロレス。全然。あ、全然です。俺がなってからどうしよう。じゃあ俺の出たシュープロ持ってこっちだ。今なんかすごいコレクションいっぱいあるじゃないですか。だからびっくりしたもん。ここ何入ってるのってお尻みたいなの開けてダンボールみたいなのが、もう何言ってた、全部シュープロで。マジか。俺のデデとかちょっと持ってさ。まあ、なんだろう。ちょっと嬉しいけど、ちょっと恥ずかしいし、息子として。まあ、嬉しいですよね、でも。でも、まあ、そういうのやってるから、多分、親父って止めてんじゃない。その、自分の息子のポスターだ、ボクシングの本だ。お母さんがやってますかね、そういうの。新聞とか。聞いててもらった。お母さんも喜んでらっしゃるですね。試合に行く行きますね。あ、でも大阪のお母ちゃんだから。でもあんまり見らないって言ってましたね。あ、そうそうそう、ね、よく言いますもんね。録画のやつだったら今元気だからその時知らないから見れるけど、生はちょっと、まあね、で自分が腹痛めて産んだ息子が人に殴られてたらイラッとするんですよ。いや、殴られてるのはね、あんたに殴られる髪の揃ったわけじゃないって。うちの母ちゃんまだ言ってる。これ多分ね、人どっちかなんですよ。ウルトラマンになるべくしてこうなる人と、もう怪獣ショッカーで行く人と。え、どっちになりたかったんですか。俺でも最初仮面ライダーでウルトラマンになりたかったよ。俺ウルトラマンになりたいなと思ってたけど、大体そっちなんですかね、やっぱり。だけどね、ある時ね、ウルトラマンに勝ったね、ゼットンがね、こいつすげえなって思い始めちゃったね。めっちゃ強いやつに勝つ怪獣が、わあすげえって思い始めて、そこからちょっとひねくれ始めてね。今度がねじ曲がってきた。そうなんだ。そうそうそう。どちらタイプですか、ヒーローになりたいと。いや、ヒーローの方が、うん、いいっすよね。いや、でも、陰と陽みたいな、陽なんですよ。完全にそうですね。これでめっちゃ腹ぐらいとか。いうことでエグいってますよ。あの、トゲがあるコメントとかも知らないから。それはそれで面白いかもしれないですよ。あかんない。あ、でもボクシングとかそんなのあるの？インタビューとか、取材とかで、ね、とくづく、エグい。
エッジの聞いたコメントばっかりするとかもいいの。亀田さんとかやったらそうですよね、どっちかというと。そうか、ヒールだね。ですよね。あれは、でも目立ちますよね。まあまあ、そういう戦略もあるよね、その目立つ。ちょっと今後の話をお互いと今後の話、まあ、そのどうしていきたいみたいな発展的な話をしていただいて締めていただければ。そうですね。とりあえず俺の目標はあれだよね、プラモテに入場すること。どういうことですか。どういうことですか。ボクシングはセコンドモテに入場するんだよ、これ絶対。チャンピオンまあまあ持ってこないから。試合後とかに巻いてもらったりすることはあるけど、入場の時は大体セコンドこういう風にやったりする。なるほど。だからその座を俺は狙って相手落としておいてください。あとはいいやつ、いいやつ、上海ランドで頑張って。いいですね。向こうの輩が、おーやって、なんかその中、医者元が付き合ったら、おー待って、こんなの。セコンドにこの大きな人がいる。安心感ありますね。ただ、まあ、絶対練習してみたらと思うよ。階級違いすぎて、絶対お前、指示も出せない。俺が言うのは時間だけ、あと3分だよって。嘘じゃないんです。みんなが言える指示だけ で、ね、そう、戦略の方だね、戦略に言われても持ってほしいですね、でもね。じゃあセコンド、俺の目標はあれだな、あのボクシングの世界戦のセコンドに行くと。ラブコールが、ね、今来ました。目立つからいいですね、ぜひよろしくお願いします。やった。ぜひ 見たいですよ、これは。でだったら俺が今度チャンピオンだったらこうセコンドついてもらえる。逆にプロレスの東京来てる時に俺のタイトルマッチだったら普通にセコンド。もうまあ大阪でもいいですよね。あ、そうかね、そうね、はい、うん、もう普通にセコンド入場ついてっていいですか。いやいや全然普通にリング分かってる。ベルト持ってる、うん、怒られてきてコールされちゃえよ。セコンド世界で WC チャンピオン練習しろってもうコールされちゃえよ。もう全然いいよ。何でもありや、プロさん。コラボしましょう。もう全然。何だったら途中でさ、グローバー出すからさ、一発入りまくって、セコンド手出して。ちょっと怖いっすね。大きい人でしょ、出して入って。急所狙えばいい。カーンって。顎揺らしてみますね。完全に。試合ストップしちゃいます。何だよ。本当は、違う、そこは俺がレフリーを見えない。あ、で、フォールしてる。そう、レフリー見えないんですよ。そこはブラインドで。大丈夫。あと、素手じゃないから、素手だとほら怪我させちゃうね。分厚いグローブで効くやつ。16本席きちんとみんな倒していってもらう。ヒール時代の血が騒い。いや違う、面白くなるって。それもそうですよ。なるっすね。ねえ、だって悪いやつ全部やってるから、はい、得意の右っす。右ストレートはいきましょう。得意左フック、アッパー、何で右ストレート。右ストレートで、はい。いいよ。そしたら、できれば俺の相手にアンディがいたら裏切られるんですか。アンディ、ボコボコにしよう。悪くもないのに、うん、ね、同級生だからやってくれっつって。許されるんであれば、時間とタイミングから許されるのは、ぜひプロデューリングでもお願いします。お願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもコロです。対談企画、今回のゲストはこの方です。もうまだまだ顔作って、私です。顔作って。そう。なんで僕なんですか。え、僕はなんで、あの人が、え、あれですか、副社長、レッスルワンの分隊の、はい、煽り番組で24時間やるんですよ、僕。ということは、オファー今から。あとそもそもこれも相手、あ、相手ですか、今週も相手じゃないですか、今週も一緒に出ますよ。出ます。はい、まだカード決まったね、全部。いやー、決まってると思うし、あとね、申し訳ないのはね、俺にね、その障害のね、権力は一切持ってない。あとはもうかかんないわけですね。あとはこの人をね、かかんない別に僕は大丈夫ですけど。本当ですか。僕は全然、僕はあんまり。あ、本ですか。あれ、IGF、あれ、はぐれ IGF 軍ですよね。だって一緒。はぐれ IGF 軍は、どなたか解散ですよ。おー、でも今、IGF インターナショナルは。
そうそう、僕ら、僕はあの将軍岡本とはぐれ組ですから。はぐれ組、はい、で家臣ははぐれ IGF インターナショナル、野沢さんもなんかどうやら野沢さんも入ったらしいですね。で藤田和之は、はい、はぐれです。3派に分かれたんですよ。3派に分かれたんですよ。だからはぐれ組もまたもう少ししたら2派に分かれる、はい、ああ。もうちょっとしたら、ね、岡本さんと分かれるってことですか。岡本さんと岡本さん元気ですか。岡本さん元気ですね。本当ですか。明日あたりなんかあの僕カード見て知ったんですけど、はい、爆破バッターやるらしいですよ。え、何でもやるんですよあいつ、接戦だから。何でもいいですって。仕事ですよ。オファー、まあね、仕事ですから、ね、合ってるんですけどね。だって私だってそのいつでしたっけ、9月2日2日の空いてる、空いてますよ。あらあら、なんでよ。あれデスペラードで出ますよ僕。あ、いや入る、まだあるでしょ。ね、俺の方のデスペラードはなんか分かれたんですよね。俺追放されたの。あれだってリーダーでしょ、コウさん。クーデターに会いまして。バチッとクーデターに会いまして。いいですね。だから一人デスペラードなんですよ今も。コウさんは一人デスペラード。まあまあまあ、デスペラードは俺です。俺がいるところがデスペラードなんで。で、追放された残った人たちは俺たちがリアルだって、リアルデスペラードっていうユニットです。それまだあるんですか。そっちもなくなりましたね。この間じゃあなんで追放したの。そうなんです、この間リング、だって追放した一馬坂本と土井浩二なんですけど、追放したのは、あれだって一馬選手もういないです。いない。で土井はもう今熊五郎ってやつと、熊五郎選手と組んでるんで、あのもうその面影は何もない。ないで、野沢さんもいたんですけど、野沢さんもまあ元からこれですね。はい、あと東京フレンタイっていう普通のベースがあるので、その別にデスペラードやる必要はない、入る必要性もない。ない。なるほど。そうなってくるとね、追放されたけど壊滅したね。ああ、じゃあ2人デスペラードやりましょうよ。やります、全然やりましょうよ。もう将軍側もできますよ。3人で UWA 狙います。とりあえずまず将軍が2人で、俺と偵察で、はい、あの大丈夫、その将軍の使い方、君の君のさ、そのいや、あいつに権限ないですから、ね。まあ今岡本さんはそういう状況で、岡本さん、岡本さん、いやいや、あのね、一回あの IGF 道場に練習した時は岡本さんがいたんですよ。僕いなかったんですよね。そうですね。あの、はい、石田さんに呼ばれて、こう練習こうがいて、まあ、あのあのもうこの道場なくなりそうだけど来いって言われて、あ、じゃあ結構もう後の方。そうです、そうです。今日一昨年ぐらい。そうです。で、その何ヶ月後かにはもうあの全部中国を持って帰ったって言ってました。あの、あのボンバーさんいるじゃないですか。はい、ボンバーさん。ボンバーさんも、はい、突然来てましたよ。はい、でしょうね。だって、斉藤さんはあれですよ。なんでって。全日本の新弟子の頃なんか、斉藤さん僕らと一緒の同じメニューやってました、ね。この人やらせますよね。そうです。あの、みんな同じように。はい。記者にもやらせてましたから。そうです。なんでやらないんですか。ボンバーさんだって多分久しぶりだったんでしょうね。開始して5分ぐらいで顔青くなってますからね。あのね、うん、僕らの時はね、まだ若くてさ、うん、膝もね結構怪我してないから、うん、最初はねあまり強いんですよ。だからアメリカ行ったんですよね。そうそう、アメリカやってて、うん、あまり強くて、あの新弟子が来た時とかは、うん、あの斉藤さんが ID しちゃってくちゃくちゃにしちゃう、ボンバーくちゃくちゃにしちゃうから、レフリーでこんなに強いのにレスラーどうなんだっていうすごいことになっちゃうのよ。確かに。レフリーが戦う必要性ないもんね。なのに、うん、ガチャ倒してガッ決めて、うん、おい動け動けって斉藤さんがラッパかまして、はい、それだから、あれレフリーの人こんだけ強かったら上の人どうなんだろうっていう幻想は出たよね。ボンバー斉藤幻想なんじゃん。斉藤さん強いです。でも酔った時でも強いからね。あの本当に大学のアマレスの選手の酔っ払った時の、はい、おタックル取れ、今酔っ払ってるから取れるぞっつって、はい、わーって言ったら思いっきり切ったからね。っつってみんなで、すごいな、まあ、それでみんな自信なくすわっつって、シラフの若手が取りに行って、酔っ払いおっさんの結果で切られたっつって、ゲンデフリー切られた。その要素必要ないですからね、レフリーにタックルを切る、はい、これね動き必要ないですよね。乱闘で巻き込まれてもこんなに綺麗だよね。そうそう、せいぜいぶん投げられるぐらいだから。そうだから、リング落ちたり転がったりした時の怪我しないようには。そう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 、多分そうだ。僕一回全日本道場で、はい、斉藤さんと、うん、その当時宮本さんと石川さんとみんなで酒飲んで、急性アル中で運ばれたことありますけど、ね、なんでそんなのなんですか。なんかよくわからない、なんか、ね、外国のお酒とかを
なんかウイスキーとかなんか、うん、バーボンとかよくわかんない。ちゃんぽんしちゃって。そうそうそう。それでもう我々もバーってやって、なんか寒いなと思ってきたら、こう熱出てきて、病院行ったら、救済あるちょっとですねって言われて、点滴朝までやって帰ってきまして。点滴打たれるじゃないですか。で、終わったらそれで終わりじゃないですか。はい、放置。結構、あ、敗戦だなみたいな感じで。俺結構爪なんかもうちょっとなんか優しくなるそう、急性アルチューの時なんか俺雑だったよ、本当に行って、あ、じゃあ手で来て、はい、一晩寝れば大丈夫ですみたいな感じで、はい、あの寝せられて、つけられたらもうあと放置そう、そうなんですよねで、終わりましたかみたいな感じでそう、意外となんかなんかそれまでの興奮がなんか冷めるんですよね救急車乗って、うわ俺やべえみたいななんかあったんですよそこで上がったのちょっと上がったんですよおー乗ってるみたいな、西吉みたいなの乗ってうわーとかってついてこうやって運ばれて乗ってるじゃないですか、はい、大丈夫かなと僕の時は一晩じゃなくて点滴終わったらもう帰る看護師が来てはい、大丈夫ですよとかじゃあ着替えて、気をつけてください金の話だってあの救急だからねそう、やっぱ命より金かと思ってそうですね、世知辛いですよ、で、多分ね、病院側もね、うんベッド開けろこの野郎って早く行けこの野郎ってお前は元気だろってただ飲んだだけだろって飲みすぎだろってそうなんですよ、そうなんですよね僕も急性アル中で発表とかやっぱそれ同じですね共通項はねこの共通項はやっぱ一番でも厳しいですね厳しいでも一緒に何年ぐらいいたんですか僕ですかはい僕だからデビューするまでの練習毎日いたぞ年数どれぐらいですか何年なんですか8ヶ月ぐらい、その新弟子で、新弟子練習戦の期間、はい、でデビューしてから1年間はもうその、はい、なんですか普通に一緒にまあ、はい、所属選手ですもんねそうです、はい、一緒に帯同して地方のね合同練習とかもやったり、はい、2年ぐらいは、はい、その後怪我して僕がけさ数外して休んでる時に重めになりまして、はい、あのこの事件がベルト世界タッグベルト事件があのプロレスに残るはい、はい世界タッグベルト事件が起きて、ええ、で伊沢さん辞めちゃって辞めちゃって一旦じゃあそこで切れてるんですねそれで僕そしたらそれで僕も復帰した復帰したって今度格闘技やりたいって言い出しちゃってあそうだそうで格闘技やりたいって言い出した途端にそしたら今度伊沢さんからまた練習するぞとでデビュー戦終わりぐらいにそれまでなんか小坂さんとこの日本で練習してたんだけど、はい、伊沢さんが IT ねえからアメリカ行った方がいいんじゃないのって言われてそうっすかねロス道場行こうって言うのはいっつって俺も単純だろはいっつって有金全部握りしめて行きましたよ行って多分あれなんでしょうねコーチでしょロス道場のそうでしたそうでした多分それで一人で行っても寂しいからでしょうねそうですかね、うん、でもその時あれでしたよ豪華でしたよロッキー・ロメロ行って、うん、プリンス・デイビッドブライアンマシンガン、うん、であれマイキー今マイキー、WWE 行ったマイキーで今ダブルあのゼロワンでブーテでジャクソンとか、うん、ジャクソンあジャクソンもその頃いたんですかいたあそうなんですねいた、うん、いやジャクソンいついたのかなでちょっと前に来てたコズロフロシア系のあの新日本に来てたチェツあはいはいそこら辺で周り中夜ドッジボールしてたからねあそこで止まっててドッジボールドッジボールなんかしないけど暇だから暇だからって練習終わって夜中に道場のあのロスに行ったことないんだっけあのね跡地みたいですでなんか僕が見たのはその一番最後のでっかいあの倉庫っていうか、はい、倉庫そうはい あそこ倉庫の奥側に、はい、壁にこう字書いてある前がね、はい、なんかスポンジのねマットスペースみたいなすごいでっかいのがあって、はい、そこで毎晩なぜかどっちこっちしてたずっとで全員が汗だくになってよーし疲れたな風呂入って寝ようっつってそれを連日毎日連日かけてたわけじゃないですよねでももうただただピュアだなただただよーしって言ったらみんなやろうとで途中からなんか、うん、おかしくなってるじゃないですか、うんはい、キャッキャッキャッキャなんか楽しくなってきて、はい、なんか避け方だぶつけ方とかが面白くなってきて飲みに行ったりしないですからね、まあ、ねレストランとか行って外国人だもんなんかアメリカとかあだから連れてかれたよパなんかよしナンパ行くぞみたいなさ、うん、飲み屋行ってバー行って、うん、女の子だ、うん、いいとこ行くぞってわーっつって行って、うん、まあ英語喋んないでしょ、うんで、なんかそのやつらの友達とか知り合いながらそのあいつに話しかけろみたいな感じで刺客を送り込んでくるんだった女の子でも俺が言えることは今日本から来ててネタがないあいつらと一緒に住んでてそこで格闘技の練習してんだっていうぐらいでどこどこ行ったぐらいしかない、ね、
それでそれを一連のダーッて話し終わったらチェンジチーンってね、もう話すことなくなるから、だからそれを繰り返してきたぐらいですよ。寂しいですね。で、昼間、うん、伊沢さん、カジンさんが、はい、よし、行くぞって言って、はい、あとはトイザラスとかターゲットとかで、おもちゃ好き、好きだから、はい、本当好きですよね。そう、タブラブのフィギュアは、ジェフの道場の2階も自分の部屋、あ、行きますね。あ、上に部屋あるんですか。だからここにあったっていう状態。ああ、そうそう、跡地、部屋跡地。そこも結構ありましたからね。サイモンさんが買ってきた、ロスとかで買ってきた、あ、お土産のやつ、ね、多分頼んだやつ、はい、あそこに置いてあって、はい、よくやってましたね。だから僕も結局その影響ですね。その時ちょっと買いましたもんね。あ、そうですか。今でもああ使うんですよ。いいな、ね、あら、あのね、はい、そのとりあえずホーガンとかさ、俺の知ってるロックとかさ、はい、有名どころ、そう、で、あと馬がジャマール、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 ジャマール来てたから、そのジミー・ヤンとか、うん、その知ってるやつらのはあれしてたけど、実際の資料ってなんだけど、なんだろう、ワンオブ100とか、うん、これはこのように100個しかないんだとか、コレクター、コレクターですもんね、はい、限定なんだとか、俺は教わったね。あー、キマラの腹に星と月書いてるやつがあって、はい、どっちかはすごい大レア、レアレアなんだ。どうでもいい、どうでもいい。あ、そうなんですか。それが今役に立って、はい、今はもうそのだってそのおかげで今はすごい話が、確かにそ、その場面見てないけどなんとなくわかりますもん、どういう感じで言われてたのか。これそうなんですよとかって言わないですか、もしとかってやんで、やるでしょとかって買っといた方がいいよ。そういやってやるでしょ。だからそれ言われたら俺はもうあっさりその頃からもう、そうですかっつって、ホーガンだからいいよなとか。そしたらなんか後になって聞いたら、うん、それ5個あった方がすごいんだよとか言われて、あ、5個でセットなんだよとか。そこまで知ってるんですね。そう、すごいですよ。だ、いい先輩で怖がりなんですよね。あ、そうですか、うん、電気、あのお化け怖いんですよ。へえー、あ、俺そこ知らない。で、結構あの電気が暗いのが怖いらしくて、一人で帰るのが、どうしようか、電気つけっぱなしなさんですよ。で、僕らが、僕と岡本が、あの天竜さんの引退の時あったじゃないですか、はい、あれの両国の前の後楽園、最後の後楽園、はいはい、ラスト、あの時に僕ら行ったんですよ、勝手に応援しに。で、勝手にあの北の、これこそ分かるんですよ、後楽園の北の、なんですか、避難所の下ってこう空洞になってるじゃないですか、 はい、あそこで僕らこうやって、家臣拍手して見送ったんですよ、頑張れとかっつって、で、終わって、食事行ったんですよ、公園地の。で、それ家臣が教えてくれたベトナム料理屋さん で、はい、でそこで食べてたら、これ写真送ったら家臣来るかなとかって来ないんですよ。もう悔しいだと思って、じゃあちょっと正直さ、料理って、あの、どうぞってさ、家臣の部屋に電気つけて帰ってこいじゃないですか。まあ、9時半か10時ぐらいですよ、行って電気つけたんですよ。電気つけたら、なんかちょっとのんびりしちゃって、2人とも風呂入ったんですよ、どうぞみたいな。で、風呂入って、今でゆっくりしたら、ガチャッとなって、ガタガタガタッとバーンって引き止めて、何やったのお前らっていう、結構強い口を言ったんですけど、顔は笑ってました。多分言ってくれてよかったんですよ、笑顔で、ま、真っ暗いやうれしかった。2人いて明るいし、そうそう、あの、怒んなきゃいけないけど、うん、何て言うんだよとかみたいな感じで、お前らだったらいいか、よかったよかった、お前らでよかった、じゃあ飯行きましょうって言われて、いやでももうさっき食べたんですけど、何食べたのって、あのスペース、ベトナム料理ですって、あ、そう、とちょっと行こうよ言われて、行って駅の方行ったんですよ。で、明らかにその別の無料連絡が向かってるんですよ。いや、まあでも多分それは絶対連れてこう、同じ場所に行ってやろうって。石田さんさっき言ったんですけど、いや、ちょっと、まあ、行こうよって言われて。って言って、まあ座るじゃないですか。まあ、まあ、もちろん店員は笑ってますよね。1時間も経たないうちに僕が来てるんですよ。散々食ったとかね。で、来て座って、じゃあ、メニューいいですかとかってメニュー持って。さっき何食べたのって言うから、いや、鶏肉のフォーと、はい、なんか春巻き、はいはい、あ、揚げ春巻き、生春巻きです。あ、そう、分かった。あ、じゃあすいません。じゃあ、鶏肉の方と揚げ春巻きと生春巻きください。全く同じもの見かけました。絶対それは、もう、あの、飯食いに行こうって乗ってきた時点でもう、もう考えた。決まってたじゃないですか、ね。決まった。あれは恥ずかしかったですね。でも、その、あの、入った瞬間が恥ずかしかった。僕は。まあ、恥ずかしめたいっていうのも恥ずかしめたい。まあ、食いましたけどね。
って言われたら食べるしかないから、ね、真剣な顔して言われますからね。そうなんですよ、あのこっちはふざけてるってわからないから、うん、顔は真面目に言われるから、うん、こっちは真面目に言って、はいって言われるんですよね、うん、でもほとんどどうでもいい話ですよね、伊勢さんの話ですよ。1割ぐらいじゃないですか、ちゃんとした話。だからその練習中とかはすごい、ね、きちんとして、だから普通に会話したいしたい時は練習中に喋った方がいいですよね。練習中、練習の時間あの道場の時間、そう、道場の中入ってて練習の前後だったらちゃんと話してくれるんですよね。あ、それ以外になってもなんかもう人格破綻してるような、そうだ、うん、でしたけどね行きたい真剣に僕らが練習終わって上に上がって、そしたら部屋が真っ暗、サイモンさん来てたんですよ。サイモンさんがもう真っ暗な部屋の中でこたつの上にこうノートパソコンを開いてこうやって仕事してるんですよ。何だろうと思って入ったら、この横にあのアイスホッケーのキーパーのマスクみたいなのあるじゃないですか、ジェイソンみたいなやつ、はい、あれをかぶって包丁を持った剣道家が立ってるんですよ。こうってパッてなんですけど、あ、お疲れ様です、そのまま入ってサイモンさんがそれも普通に、あ、お疲れ様ですとかって入った、2人ともすごいですねっていう、いや石澤さんだったらもっとびっくりさせますからね、あれ石澤さんじゃないですよって言ったんですよ。そしたらそのマスクしてても分かるぐらいっていうので自分の部屋に帰ってきたやめてよ俺の師匠なんだからやめてよクソって書いてましたクソあいつらとそのおいってなるんですよ。そうビビると思った。そうでもなんかもう部屋が暗い時点でおかしいじゃないですかってまあだってサイモンさんがやる、ね、その時点で何かやるんですよまあ本人はいけると思ったんでしょうね、そうね、なんちゅうこと言うんですか、いけると思ったんでしょう、いけてますよ、それまだまだいけてますよ、その程度じゃん私はこの程度じゃ私はね、うん、あ、僕はストロングスタイルを教わりました、伊沢さんに。どうですか、僕はあの伊沢さんに教わったことは人を茶化すにはどうしたらいいかって。なるほど、そっちのプライベートの方どうやったら人を小馬鹿にできるかっていう。あ、でもそれはもうあれですか、カシンさんとその中西さん長田さんのやり取り見てれば分かるじゃないまあ聞かなくても見て学べる。確かにあのね、すごかったですか、だってそのすごいあれですか、タトゥーとか、うん、なんかもうマスクもいろいろそのそうしてすごい手の込むじゃないですか。あれは毎回掘ってるらしいですよ。毎回掘って、じゃあ闘魂と一緒だ。掘ってる。そう。毎回掘って試合が終わると戻すんですって。その肌移植して、で肌がボロボロだと。いやもう継ぎ上げだらけってことですもんね。そう。だからもう本当にもうボロボロでしょう。で最近ないからどうしたんですかって聞いたら、あんまり面白くなくてさ。ネタがないんだそうなんだロス道場の時とか全日本の時とかって、はい、その練習時間ってどんな感じで、いやもう普通にあれですね、午前中10時ぐらいそうです、スタートして 10時スタートしたら、まあ、12時1時ぐらいに終わってました。2、3時間で、まあ、最初基礎体力運動を1時間ぐらいやって、でスパーリングやって、で、受け身やって あ、じゃあそれは同じ感じですね。あ、本当ですか。うん、大体最初だと僕がコーチングのところは、はい、あのクロスフィットにはまり始めて、はい、これなんで実験台みたいになって、それが約1時間かかんないぐらいで終わって、そこからまあルーケミやったりロープとかなんかいろいろと教えてもらった、技術練習、そう、ね、しんどかったですね。だから僕も個人さんにあれダンベルのウォーキング教えてもらった。当てた。通称散歩と言われてるやつ。よし、今日最初散歩って言われて、散歩かなと思って。楽かなと思って、うん、今日わざわざ俺来たのに散歩なのかなと思ってたら、あ、こんな、その行った時その日なんで、いや、じゃあその普通じゃないですか来て、行って、お邪魔ですって言ったら、あ、じゃあこの着替えてってで、着替え終わって、まあちょっとなんか軽く、こう体操体操して、ね、したいな、じゃあ、よし、やろうかってじゃあ、最初はまずは散歩って言ったら、散歩かと思って、セット着て出ようとしたら、あ、これ、ちょって言われて、好きなの、好きなのって言われて、はい、まあ、好きなのって言われてもなんかあれじゃないですか、はい、軽すぎても多分ダメだろうし、
重すぎたら俺が壊れるだろうし、なるほど、なんかいい感じのちょうどいいところを20いかないぐらいの10、はいはいはい、まあとりあえず持ってられる、そう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 、それ持ってどうすんのかなと思ったら、あの町内を一周、あの道場の周りですね、そうですね、町内一周、はい、お母さん方に、あのー、あそこの道場の子とか言われる、もうって挨拶して一周回って着いたら置いたら、はい、はい、違うの一個持って、あらあらと思ったら途中から、はい、あ、分かった、これ全周だと思って、そうなんですよ、人数分、人数分なんだと思って、うわー、お前の先やっとけばよかった、前腕がっていうシュラックが、初日はね、僕もそうだったんですよ、です、何回かやるときにやってくるともう一回慣れてくるから、まず思いでいくんですよ、そうです、で、あの好きなの選んでとかって言うじゃないですか、だからもう僕は真っ先に一番軽いやつ来ましたよ、10キロぐらいのやつ、いや、でもそれが他のパートナーたちの救いにもなるわけじゃないですか、そう、だから半端になっちゃダメなんですよ、そう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 、僕だから道場にあのこの間5キロプレートがあったんですよ、あれを持とうとしたらさすがにそれダメなんだそう、あれはそう、自分が最初に軽いのを持つことによって、はい、他の人は途中それで一泊、そう、25キロの後とかにそれを一回一周する、めちゃくちゃ軽いですよねあれね、いやでもね、でもいつもより重い感じがする、このなんだろうっていう、あれしました、軍手しました、ちゃんと、いや、そうだった、え、ずるって変わらなかったですか、あ、言ってないです、あ、もう全然あの普通になんですか、無理だったら置いていいから止まっててで、行けるようになったら、それ優しい、家臣も一人で回ってるから追いつこうと思って持ったらもうこの辺皮も抜けちゃって、僕らは思ったら普通に行って、まあ家臣さんも普通に置いて、はいはい、つってやっていいよって言われて、はい、石田さん一番早かった、早かった、あれが立ち悪いですよね、断れないじゃないですか、そうそうそう、石田さん先にやるから、何でもどの種目もそうですよね、だいたい石田さん全部先やっちゃうから、先やるしできちゃう、できちゃうんですよね、だからできないといけないんですよね、だからもう一生懸命やるしかないです、そうなんですよ、できないなりにも一生懸命やるしかない、え、その時って散歩やって何、はい、かやりました、何かやりました、その後何かしらやった、ね、うん、バーベル19876、あ、出た、階段出た、はい、出たっつって、ね、19876を、カール3頭、うん、はい、3種類ぐらい、ね、やるんですよ、ね、それでやったんですね、19876、散歩でキープっつって、あ、これ持ってるんですよね、散歩ダンベルはまだいいんですよ、何回かあったんですけど、あの20キロプレートあるじゃないですか、はい、絶対あれ持ってっつって、わあれでマックス8人7人か8人ぐらいなんですよ、それもうね、散歩ぐらいしか歩けないんですよ、こうやって持ってバーンって持ってられないんですよ、落としちゃうから、それもずっとこうやってこうやって繰り返し行って、さすがにその日はそれで終わりました、あ、まあ伊佐さん疲れたんでしょうね、かなり、でもあれ結構ドワーッと汗かいて、すごい、いやいやいや、この辺すごい脚力も強くなるしで、うん、なんとなくなんですかね、時間かかっても、うん、あ、やった方がいいかなっていう、そう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 なんですよ、だから伊佐さんに来ない時も、はい、将軍とたまにやってましたよ、散歩って言って、まあ2人ですけど、だからその分あのもう30、あそこ40かな、マックスとか重たいやつにしちゃって、一撃はそうひどい方で、そう、もう一周で終わろうってあー、だけどあれだよ、あの練習で俺たまにやるよ、散歩、え、やらせるよ、あら、練習レッスンの、あの今総合学院っていう、あれがあるから、あの学院生、学院生やめちゃう、や、嫌がってないですか、嫌がって、最初分かんないから、散歩って言ってるよ、俺も言ってる、あれ悪魔の言葉ですよね散歩って、あのうしっつって、今日じゃあ散歩しまーすっつって、うん、一回ワンフロア下のウェイトのとこ行って、うんうん、好きなの持って出た、同じことやってよし行こうって言って行って、あそこ、あの上のとこ、あの体育館ですね一周回ったら、はい、はい、じゃあ答えないっつって、はい、いやあれし、いやー散歩だよ、おじいちゃんでもできるからやろう、同じこと言ってますねでもまんま、あれでもできる、俺まんま、それでもできる、歩くだけだから、もうそれをもう無も学位する、まあ、でも、ね、やっぱパンパンになってね、うん、いいんですよね、はい、あれね、歩くだけなのに、そう、やっぱ揺れるからでしょうね、あとこうどうしても本当はこうやって持ってればいいんでしょうけど、頑張りたいです、そう、ね、意識があるとこうなるんですよね、そう、それで一気に張っちゃうんですよ、そうね、次の日ここがね、そう、気に入ってバキバキ、いいですね、勉強になるんです。
まあでもね、真面目にやってれば怒んない人でしたからね。そうそうそう、一生懸命やればいいです。もし僕 100ってしよう、全部100、プッシュアップ、スクワット、懸垂、腹筋、背筋、まあ背筋で普通のこう全部100ってなって、当時アイジェブ道場、その懸垂のやつがなくて、普通のこのこういう四角いあのなんていうんですか、鉄のだったんですよ。でこんなんで、ああそりゃすごいな、指がでもだんだんきつくなってくるんですよ。でもうここ全部向けて血だらけになってるんですよ。でもう最後の一回もうジャンプして終わるぐらいの、それでもいいからやれって言われてやったんですけど、石田さんが大丈夫、そんな手あれだからもうやんなくていいよって言われたんですけど、そこで50ぐらいだったんですよ。そこから1時間かけて、約1時間かけて残り50やって、50回ジャンプ、50回もうほぼジャンプやって何も言わなかった、黙って見てましたよ。ああ、いや、いやでもそれはそう、これもなんかもう途中で向きになってきて、やってやろうと思って、そうやってやろうと思って、もう形はどうでもいいから、もう100回やって100って数えてやろうと思って、カウントしてやろうって。そうそうそう、だから岡本もそうだったんですけど、僕ら本当その練習ついていけないのがいっぱいあったんですよ。きつくて本当きつくて、でもそのできないとかっていうのは言わなかったですね。うん、まあまあそうですね、やろうとしなきゃ、そうそうそう、始まんないという。もうこれ最後にいい話して終わるとちょっと尺ですね。なんかないですか、悪い話。悪い話ですか、まあ、これ以外の話で。悪い話、まあ、収まりそうですけど、なんかこれで収まるとなんかちょっと尺じゃないですか。本当ですか。いや、あの鈴木さんはどうか知らないですけど、はい、俺にとってすごいいい先輩です。いや、僕もそうですよ。僕、まあ、あんまり悪い話をして終わろうっていう、その最後絶対下げなきゃいけねえみたいなルールはないです。いや、僕本当にフリーになって、まあ、なる前もそうなんですけど、石田さん最初来た時に何を教えてほしいって言うから、僕が一番最初言ったのは、まあ、IGF で試合するのは もちろんだったんですけど、うん、その例えば違うところで試合する時にできるようにしたいから、そのゼロから教えてくださいって言ったんですよ、うん、でそれ教えてもらって、で藤田さんには、まあ、練習をすぐ教えてもらったっていうよりはその試合の中で何回かしかたって、うん、心構えみたいなのを教わって、うん、それでなんとかやれてますからね、うん、まあ、石田さんに教えてもらったことと藤田さんに教えてもらったことやってるんでいいんですが、がやっぱりいい話をしても、はい、やっぱ良くないと思うんですよね。プロブレム、そう、なんか悪い話ないですか。悪い話、僕でも分かったのが、はい、河野さん、僕より河野さんが真面目ですね。いや、僕真面目ですよね、めっちゃ真面目です。もうちょっとなんか過信的になんかいい加減なのかなと。いい加減じゃないですよ、僕すごいね、もう僕も真面目、真面目が服着てあるけどそれはないですね、それはない、先輩だけどそれはないです僕も真面目ですよ。そうね、真面目、まっすぐです。この人に教わってたら思えないですよ。普通こうなんないですか、こうに教わったら、この方に。なんないですよ。あ、人血液が B 型？ B 型。あ、ほら。え、B 型。俺、この人何B 型。で、B 型の伊沢さんは猿年。私も猿年。私も猿年。私も猿年。猿年。共通項がね。共通項。家臣の話で終わりたくないな。北日本。北日本、そう、あれどこでしたっけ。僕は北海道の登別です。あ、私は札幌のもう都会っ子ですからいや、だめだ。いや、北海道でだいぶね、そこ差があるんですよ、ね、札幌生まれと、あ、まあまあまあ、それはあるけど、ね、でも東京に来てしまったらもう、僻地だよ、あの島は外国ですよね、あの島は違うんで、あの島違う、だって、はい、そのみんなはね、はい、こっち側の人たちの会話と全然違うんだ。あ、そのこれは僕さんの時サイモンさんに、はい、まあ、IGF でロス行った時に、はい、ロスからちょっと離れロス の, その市街地から1時間ぐらい走ったところに僕いたんですよ、はい、フラートのところなんですけど、でそこに走ってくる時、まあ、フリーウェイじゃないですか、ずっと、はいはい、でもう広いじゃないですか。で鈴木さん、東京とか、僕は外国始めたの、東京とか、ね、こういう風景ないじゃないですかって言うから、まあ、ないですけど、まあ北海道だったら割とあるこんなよくないですか。あの、申し訳ないんですけど、外国とかその広いところ見せられても、これが自然でって言われても、北海道日常的に自然だったのに、その登別なんて、そうですよ、その森の中に自然だと思うんですよ。その何でしょう、そのフリーウェイだって別に、こっちなんかもう国道だってフリーウェイぐらいの勢いで走れますよ。そうそうそう、ただ
ルール的には60キロだけど、120キロなのが走りますよね。よくみんな走ってますしね。で、なんか3車線、3車線だったかな。4車線、4車線。8車線もあって、よくないですかって言うから。割と僕の家のすぐ近くのところで、44とか33が、そうですね、あったんで。それちょっと申し訳なかったなと思いますけどね。そうですね。北海道外国ですね。北海道外国説。外国説。青森も入る。あら。そう、あ、歌詞の話1個ありました。いや、私がいや、私本当にこれで終わりましょう。締めましょう。締めましょう。どうやらその文字化青森で、はい、農家の方やられてる。そうですね。で、お兄さん上とか、はい、お兄さん養豚場兄弟、4人兄弟とかで、はい、お兄さんがいらっしゃって、で、石田さんがあのリンゴもやってるじゃないですか。はい。で、なんか次の日かなんか台風かなんかないけど、まあ要は風来て落ちるかもしれない、はい、収穫の時期だったからちょっと早めに取った方がいいなと。ああ、風で落ちる前に落ちたから商品にならないから、はい、取ったらしいんですよ。そしたらお兄さんが来て、何やってんのと言ったら、今のこと説明をして、こうでこうでと、もう買ったことやんな、はい、で、なんかこう掴み合いになったらしくて、ほら、で、伊勢さんがお兄さんを投げて、ニオンザベリーをして、はい、で、食ってやったら、分かった分かった、あのお兄さんが言ってっていうことがあったりですね。これ何で、一応気になるんですよ。伊沢さんってほら、あのまあフリースタイルレスリングのトップ、日本、はい、ね、世界レベルの、はい、でお兄さんちなみに何かスポーツ、その話でやられたんですかって言ったら、何もやってないね。じゃあ、そのアマレスでトップだった人が何もやってない人に、その40代の人が50代の人をおじさん同士で、そのリンゴ農園のところでおじさん同士が取っ組み合いをしたんですねって。フィニッシャーに。フィニッシャーに、ニオンザベリー。さあ、どう動くと。そう。こういう、今いい話。いい話。いい話。じゃあ、いや。もう司会だから最後締めてくれて、これ終わらないですよ。何時間か終わりますか。したら20分ですか。1時間もしゃべってますよ。いいですよ、取れたから大丈夫ですか。もう十分すぎる。十分ですか。河野さんのサウナタイムはもう十分取れました。これで、あ、そっか、これでそっか、収録してるから、そう、これ見て、これ流してる最中は僕休憩できるんですよ。じゃあ見ないでこれ見ないんだ。いや、 YouTube で YouTube で見る。 YouTube で。じゃあ1時間半はサウナ、サウナ入るんじゃないですか。1時間半も。そうですね、3セット、4セットぐらい。あ、いいじゃないですか。いや、サウナ水風呂、最後、最後いい話できたな。それがいい話なのかどうかは、その鈴木さん次第ですけどね。気になるとこ探してた。やめなさいっつって。で、膝で一応プロの人が素人に手出したってことでしょ。しかも、あの若い人じゃないですか、相手。もうだいぶ高齢。兄貴って言うんですよ。で、一番上に行ったら、なんで、結構離れてるんですか。離れてるじゃないですか。だから、中年のおじさんが、同士の青森で畑で喧嘩すると。台風の。台風だかなんか分かんないですけどね。強風なのか。でも、二人とも正義がありますからね。そう、お兄さんお兄さんで。リンゴを、美味しいリンゴを。そんなことしなくて大丈夫と。でも弟で、そのリンゴ、いや、落ちたらもうダメだろうと、イデオロギーの、そう、イデオロギーのですね。そうですね。いや、でも2人とも正解なんですよ。そう、まあ決着だから最終的にこう投げ飛ばされて日本攻めに。ただその決着が腕力っていうのは思いますからね。やっぱりそこはね、剣の歌詞プロブレムバッて膝に乗ったなって言ってましたよ。だから本能でしょうね。もうそれテイクアウトしたらいいポジションをまずコントロールするって大事だよ。ポジションにね、はい、まずいきなり3ミッションとか行くんじゃなくて、まずこう自分がいい安全な、ね、位置について、はいはい、っていうのを、それで、まあ、僕らの教えてくれた通りですよ。でやったってことですね。それを実の兄に、実際そういうシチュエーションだったらきちんとやったやったって、さらにそれは練習でやっとけ、やっとけと。よし、はい、いいな西島さん、しまった。鈴木さんの、しまった。鈴木さんのしまった。いいかい。しまりました。対談でいいかな。これはいいかな。じゃあ、だからあれですね。これをこの収録のこれを流したら、サウナタイムから復活したコノさんが出てくると。もちろん、あの V 明けは。この後すっきりしたコノさんが見られると。サウナ水風呂でその
そう自律神経とか良くなってくるおかしかった僕から戻ってくる、おかしかった戻ってくるちょっとテンションが違う、そう小野さんね、はい、すいません、はい、次は今日も、はい、ありがとうございました。